じゃあ今度は座ってリフティングやってみよう。はい、こう座って。いいよ、足から上げれる。はい、こう。はい。いいよ、慌てないで。ああ、いいね。OK、いいよ。ちょっと手で持って。ああ、ごめん、座ったまんま、座ったまんま。で、まずじゃあ、右足、どこにボール当てたら、やりやすい？ここです。もう、ほんと、紐の結び目。左もじゃあ、同じ感じ、はい、うん。じゃあ、それをさ、手で持って、ちょっと上に一回上げてみて。うん。で、そう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 。で、左もやってみようか。うん。それ、交互にやってみて。はい。トン。はい、もう一回、トン。はい。で、右、左で連続。トン、トン。OK。もう一回、トン、トン。今度、右、右。はい。トントン、オッケー、左左、トントン、もう一回左やろうか、トントン、もう一回左やろうか、トン、あ、いいね、はい、じゃあ続けて、はい、行こう、いいよ、そうね、慌てずできるといいね、そうだね、うん、これいいね、そう、ちょっと慌てちゃうとあれだな、うん、いいよ、もう一回、はい、いつも安定したいね、安定するためにポイント意識して、ポイント、ポイント、うん。足を動かせてるのはいいよ。ポイント意識して。ちょっとあっちこっち行っちゃってるから、自分が一番やりやすい体勢どうなってる？どう？一番やりやすい。それなら足上がる？上がる？やりやすい？うん。これをポイントとともに意識してみる。ね。これをポイントとともに意識してみる。はい、行こう。いいよ、大丈夫大丈夫、落としてもいいよ、うん、自分のやりやすい、お、ちょっと動かなくなったね、おお、あ、いいね、あ、いいね、あ、いいね、あ、良くなった、おう、はい、 OK、 いいよ、座ってのリフティングは少し体勢が立ってやるのと違う、そういうバランスが大事になってきます。ただし当てるポイントっていうのは同じで、そのバランスが崩れた中でどれだけ自分がやりやすい姿勢、これを続けられるか、そのやりやすい姿勢を続けながらポイントを意識できるか、これが大事になります。